こんにちは、クルーズコーディネーターの北川龍です。今回はですね、アテネのピレウス港での乗船手続きについて、動画で解説したいと思います。まず地図を見てください。アテネの中心部がここですね。アクロポリスですとか国会議事堂などがあるのがこのエリアです。でここからピレウス港まではですね、地下鉄なんかもあるんですけどね、降りてからの距離がすごく遠いので、まあ、タクシーで行くのが一番いいと思います。20分から25分ぐらい、そんなに料金的にも高くないのでタクシーをおすすめします。港に近づきますと、このようにいろんな船がもう見えてきます。ですからね、自分が乗るのはあれだってね、見つけることができると思うんですが、アテネの港はですね、入り口が何箇所かあるので、入り口でね、この船はここでいいんでしょうかと確認しませんと、入り口を間違えるとまた戻ったりしなきゃいけないので、そこがちょっと面倒くさいです。まあ、運転手さんに任せればいいんですけどね。で今回はですね、僕はオーシャニアクルーズ乗船だったんですが、この運転手さん一回間違えましてね、また違うところを指示されてそちらに行きました。まあ、そんなこともあるかもしれませんが、いずれにしても近いですからあまり気にしないでください。最終的には着けると思います。でスーツケースはですね、まず入ってすぐのところで下ろしました。で目の前にはこのようにプリンセスクルーズが止まってるんですけど、ここにいろんなね、船会社の、係の人がいまして、オーシャニアクルーズはここだよということで言われましたんで、ここで降ろしました。乗船券を見せれば担当者がですね、適切な場所を案内してくれると思いますので、あまり心配しないでください。そしてここで荷物を降ろしましたら、この建物の中に入っていきます。こちらがピレウスポートオーソリティクルーズターミナルと書いてありますけれどもね、案内されるがままにこちらに来ましたところ、この周りにはですね、売店とか ATM とか、トイレなどもあります。そしてこの建物の中に入りまして、乗船券を担当者に見せますと、それぞれのこの色分けの、絨毯のねところに案内されます。そしてあとはね、通常のチェックインと同じような感じ、まあ、もうオンラインチェックイン済んでますので、とても、手続き自体はね、あまり時間がかからないですね。パスポートを見せてクレジットカードの裏のサインをさせられる、その程度でしたね。そして荷物のチェックを終えて、バスに乗ります。バスもちゃんと案内係がいるので間違えることはないと思います。でこのバスに乗ってからが随分走りまして、途中いろんな船を眺めながら、ほとんど終点に止まっていました。こちらですね、オーシャニアシレーナという船です。はい、バスを降りまして乗船開始です。この乗船の時っていつもね、こうワクワクした気持ちになりますよね。カードを渡して乗船しましたという記録をつけましたら、また緊急時の避難場所の確認をまずしてください。さあ出港ですね。バンド演奏も始まりまして、セールアウェイとなります。また新しい船旅が始まりました。